説明なんだから分かって当然、ポケモン紹介文開催。ノンベーション設定のオチです。あれ、きっかいとっとせ。皆さん、ポケモンは好きですか？今回僕がポケモン紹介文クイズを5つ考えてきました。よいしょよいしょ。やった。どういうものですか？ポケモン図鑑あるじゃないですか。はい、この説明文のところを問題にしてきたので、そこのところだけを聞いて皆さんに当ててもらいたいと思います。あ、水辺に生息してみたいな感じ。まあそんな感じです、そんな感じです。なるほど、理解。今回僕的には当ててほしいポイントがある説明文を選んできたので、ほう、そのポケモンをしっかり皆さんに当てていただきたいなと思います。聞いてますか？はい、はい、元気がいい。しっかりそのポイントを押さえれば、おのずとポケモンがこう導き出せると。そうですね、はいはいはい、聞いてますか？はい、はい、めちゃめちゃ目キリッとしてる人になってる。気持ち悪い。今回はポケモン紹介文クイズやっていきます。やっていくぞ。はい、第1問お願いします。愛くるしい仕草と姿で老若男女問わず人気だが、その数は少ない。以上です。ええ、無料でも無料。もう一回お願いします。え、そこから掘り下げれば導かれる？導かれます。老若男女、老若男女。その数は少ない。その数は少ないっていうところよりも、ポケモンのアニメの中だったら老若男女問わず人気かなって感じかな。名前が出てこねえんだよな。本当にヒントが少なすぎるマンなんだよな。ヒントはですね、何、これは多分ね、タイプ、タイプ、まあ1問目だからタイプ教えましょう。第1、第5世代までノーマルで、第6世代からフェアリー。かけましたか？はい、じゃあ春樹くんからどうぞ。サナミル。聞いたことない。あの、サーナイトの進化元。カイトくん。僕はバネブ。バネブはエスパーよ。俺ポケモン知らないの。そんなこと言われても。ごめん。なぜか、イーブイです。あ、イーブイかわいい。確かにノーマルからエスパーでね、フェアリーに行きそうな予感はある。キメー、イーブイがなんだ。いいですか、答え。はい、はい、答えはピッピです。ピッピ誰？え、わかんない。ピッピわかるけど、ピッピ、あー、ピンク色の、それをピッピじゃなくない？おーおーおー、わかったわかったわかった。え、俺こっちでわかったよ。ピッピちょっと話出たわ。え、ピッピで浴場そんな。さあ、いいでしょうか？続けて。全然これでも大丈夫です。第2問、はい、まだ電気を扱うのが下手、ちょっと目を離すと自分の電気でしびれていることも。以上です。電気といえばあいつだけど、でもあいつはもうさすがにうまいから、そこなんだよな。これチーム戦だったら協力したいところなんだけど、個人戦で多分得点制でしょ？そうですね。だから言えないんだよな。罰ゲームはちなみに得点が一番低かった人は、はい、ポケモン図鑑を買ってもらいます。いやだー、いらん。あの、でっかいやつ。そう、でっかいやつ。いらん。高いよ結構。あれは多分ね、3000円しますね。やだな。まだまだね、ほら正解すればいいんだから。今回はちょっとヒント出したら分かっちゃうんで、ヒントはなしでお願いします。何色のポケモン？はい、何色のポケモン？ヒントなしでお願いします。話聞いとけ。どっちだ？俺これにしとこ。いや、こっちだな。かけましたか？かけました。はい、じゃあ次は野瀬くんからお願いします。はい、ピッチュー。わぁ、それ思ったんだよ。あった、俺な、俺もあった。俺も今の今までこれ書いてたんだよ、ずっと。次行っていい？いいよ。俺はエレキってやつにした。エレキ、え、なんかいなかったっけ？エレキブルの、俺はね、いないと思う。え、なんかエレキブルの進化前みたいにいなかったっけ？へぇ、多分それエレブーですね。あ、エレブーか。じゃあそれにして、ちょっとポケモン知らなかったっていう。エレキです。エレキです。このエレブの考察は、まだ電気出すのが扱いが慣れてないみたいな書いてあったんで、進化前かなと思いまして。俺もエレブに変えて。まだ言ってんのか、お前。お前はエレキだ。エレキってあれ、わからん、わからん。いるかもしれん、エレキ。そうだよな。いるかもしんないよな。いいですか？はい、はい、正解はピチューです。ギャーイ。書き換えなければよかったー。エレキー。エレキ誰ー。のせ1ポイント。よっしゃ。うわー、書き換えなければよかったよ。第3問。はい、はい、地下で木の根をかじる。育てる野菜の品種によっては農家に害をなすポケモン。以上です。うわーって聞いたことあるなー。わかんねー。意味がわからん、もう。
今回はちょっと難しいんでヒントを出すと、こいつは地面タイプです。まあそりゃそうだろうなそうですね。で、一番進化前ですね、このポケモンは。いや俺聞いたことあんのよ、記憶の片隅に木の根をかじって生きてるみたいな文はあったんだけど、1ミリも出てこない。もうちょっとヒント欲しいよ。こいつのじゃあポケモン言いましょうか。何々ポケモンってところ。あ、お願いします。いいじゃん。モグラポケモンです。そうなんですよ知ってるんですよ、モグラポケモンなのは。モグラポケモンなんていない。いや、これ多分聞いたらモグラねってなります。モグラ。いや、そういうことじゃないです、はい、待って、わかんないよ。書きました。これちょっとさ、わかんなすぎるからさ、名前が一番近かった人正解にしてもらわない。あ、全然いいですよ、それで。よし、お前まだかよ。遅えな。いいですか。はい、書きました。はい、いいですか。はい、じゃあ、はるきくんからどうぞ。モグピー。なんか考察は、そのモグピー。やっぱ種ポケモンは可愛いですから P です。じゃあ、カイトくん。モグちゃん系統は一緒。まあまあまあ、系統は一緒。のせ、ここでいいのか。モリモ好きな言葉やな、お前の正解はいますか。正解は、まず正解はいません。ああ。でも近い人はいますか。まあ、100歩譲っているかなってぐらい。いや、別にでも全然近くないけど。はい、0点でもいいんじゃない。0点、ほぼ0点、こんなほぼ0点で0点です0点ですいいですか、答え。はい、ディグダです。あーあーディグダそっちかディグダ誰。いや、やってるわ、その問題は。これ0点だわ。第4問。はい、腰を振るように歩いている。油断をすると思わず釣られて踊ってしまうという。いい、以上です。セックスポケモンやヒントいいですか。いいよ、はい、そのなんとかポケモンってところは人型ポケモン。はい、来ました。勝ちました。これは、いや俺これ外したら名前改名してもいいもんね。それって夫婦。夫婦なんかさ。いや、もうノーヒントでお願いしますノーヒントでじゃあそうしましょう。はい、腰振るポケモン。ダンスポケモンってこと。いや、だから人型ポケモンです何も聞いてねえ。いけましたかはい、じゃあ次、はるきくんから。いいんですか、勝利宣言してる俺から言っちゃっていや、多分それを見て周りの人もあーってなるんで。絶対これなんで。はい、ルンパッパです。誰。え、そんな感じ。ダンスのイメージあるけど、うん、人型かって言われると。いや、あれ人型でしょ、だって他なくないパイナップルみたいな。パイナップルポケモンじゃん。パイナップルポケモンじゃん。いや、でも俺次。僕はロゼリアです。ロゼリア。草ポケモンのダンシング的なちっちゃいやつがいるんですよ。ああ、知ってる知ってる。あれでしょ、チューリップのやつでしょ。そう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 、こんなのやつ。そうそうそう。じゃあカイトくん。ダンシングマンしょうもないわかんないんだ。しかもこれはダンシングヌンだしな。いいですか、答え。これはもう当たり、外れたらもうこれになるもん俺。次回の自己紹介これにしようかな。いいんだな。どうしたルンパッパ。いいんだな。絶対ルンパッパです。次、名前ルンパッパです。いいです。だってあざってるもん。お前もそうしろよ。じゃあやだよ、俺名前言ってねえ。いやでも俺は自信あるからルンパッパにするよ。じゃあ名前を次。いいですか。はい、答えはルージュラです。わー、聞こうとしてた。だから俺さっきフーフーって聞こうとしたんだ。あのキモいやつ、あの唇分厚いやつでしょ。そうそうそう。ねえ、もう書こうとしてたよ俺。お前の書こうとしてない。リアクションはお前の番じゃない俺が次回ルンパッパになる方が大事だから。お前のそれより。そうだ、ルンパッパや。忘れてた次最終問題ですか。次最終問題ですね。もう、あ、今何点だっけ。1対0対0。え、次3問目っしょ。え、何問目。やば、お前もう次5問目だよ。嘘やばい人いる。俺ら全員が正解したら、はい、購入で。わかりました。はい、変えましょう。最終問題。よいしょ。はい、一人の科学者が何年も恐ろしい遺伝子研究を続けた結果誕生した。以上です。人工的にその辺に似たポケモンじゃないんでしょう。わかったわかったわかった。違う、俺もわかってんだよ。はい、来ました。ヒントちょうだい、ヒント。タイプはですね、エスパータイプですね。はい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 、はい、エスパーってことは催眠術。俺はもう分かったぞいや待ってくれ。え、待って、分かったかも。俺めっちゃ好きかもしんない。いいですか。はいはい、来ちゃおう。誰か自信ある方いますか。いや分かんない、ちょっと自信はない。じゃあ、はるきくんから。デオキシス。
そっちじゃねえ。そっちじゃねえか。あ、違うの。俺も最初そっちだったの。俺の二択はデオシスかポリゴンだった。ポリゴン。え、じゃあ次俺行っていい？いいよ。ミュウツー。あ、違うか。ミュウのツー。ミュウツーか。ミュウ。あ、うわうわ。ミュウは多分もともといて、それを遺伝子組み換えでツーにしたんじゃないか説。あ、だからツーなのか。いいですか？はい。正解はミュウツーです。ドンです。サドンです。いけますか？マジかよ。それは不利だよ。お願いします。いいですか？はい。第6問。はい。はい。一辺に大勢の人を化かす力を持つ。化かす。幻の景色を見て住処を守る。以上です。人のことを何かに化けさせられる。どっちだ。出てんだよ候補やば。ヒント欲しいですか？何か。ヒント欲しいです。ヒントはですね、なんとかポケモンってところ欲しいですか？はい。化け狐ポケモン。キツネ。それこそさっき俺が言ったやつじゃね。名前がわかんないんだよなあいつ。もう一回お願いします。はいはい、いいですか？はい、以上です。ね、これ俺 A じゃダメ。 A はね、まあ分かればいいんじゃない。そう、まあ場合によっちゃ丸つけてあげる。何タイプか聞きますか？一応分かってるだろうけど、悪タイプですか？もう俺あれしか、あれ一体出てきてんだよ。来た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 、え、来た気がする。え、これ来たべ。いや、もうこれです。俺は決まりました。はい、いいですか？はい。じゃあ、アルキ君から。これからでいいんですか？いや、もう絵なんで。そっか。ゾロワーク。え、おお。いや、あれキツネじゃん、モチーフ。悪タイプじゃん。え、あいつキツネなの？で、ゾロは想像してみ。キツネっぽくね、めっちゃ。俺なんかこういうやつ。だからあれじゃ、スリーパーでしょ。あ、それや、それ。ショッピングカート持ってるやつ。いや、最初スリーパーかと思ったの。だけど、悪って聞いて、あ、悪じゃねえなって思って。あいつエスパーですね、ちなみに。もうじゃ違う。もう終わったよ、もう終わったよ。これが合ってれば、まあ負け。そうそうそう。頼む。正解はゾロワーク。よいしょー。